皆さんこんにちは。ただいまバリチャンネルの時間です。今回の番組では子育て世帯をサポートする一時預かり病児保育についてご紹介します。何らかの理由で子どもを保育できないとき、少しの間でも子どもを預かってもらえると助かりますよね。こういったときに便利なのが一時預かりです。上手に利用されているママ、パパも増えていますが、まだ利用したことのない人はどんな理由で子どもを預けていいのか、またルールなどわからないことや不安もあるかと思います。そこで今回は一時預かりを受け入れられているしまなみの森認定こども園の菅先生にお話を伺います。菅先生よろしくお願いします。菅です、よろしくお願いします。では先生、一時預かりどういった人が利用できるんでしょうか。保育所や幼稚園、こども園などを利用していない1歳から就学前の子どもさんをお預かりしています。預かった子どもたち、園ではどのように過ごすんでしょうか。お預かりしているお子さんの年齢に合わせて過ごしています。お天気のいい日は園庭に出て遊んだり、お散歩に出かけたりもします。では実際に利用するための申し込みや料金について、わからないなと不安になられる方もいらっしゃると思います。説明をお願いいたします。利用方法や料金は園によって異なりますが、しまなみの森認定こども園ではお家の様子やアレルギーのある子どもさんもいらっしゃるので、確認のために面接をさせてもらっています。その後利用する前日までにお電話で予約をしてください。利用料金は半日4時間以内の利用で1000円、1日8時間以内で2000円となります。半日利用は9時から1時とか10時から2時とか、お昼からの利用もできます。こういったサポートぜひ子育て世帯の方には活用していただいて、子育てそして自分の時間も充実させてもらいたいですね。はい、そうですね。お気軽にご利用ください。菅先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一時預かり制度というものが今治市にはございます。一番は安心して安全でお子さんをお預かりするということが施設の一番のお守りをする約束です。本来はお仕事でお悩みの方、そして家庭の事情等々でお預かりをする条件があったのですが、今はちょっと家事で疲れたなという程度の状態であっても利用できるような制度と変わっております。お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんも人間ですので、そういった施設を利用してたまにはストレス発散しながら子育てを楽しめる、そういった意味の一時預かりかと思いますので、これからもどんどん利用していただいたらと思います。実は私も病児保育を利用しようと思って登録を試みたんですが、当時は少しハードルが高くて断念してしまいました。今の利用について先生教えていただけますか。はい、事前に預かる子ちゃんに登録しましょう。子どもさんが熱が出た場合ですと、最初にかかりつけ医を受診して医師連絡表を書いてもらいましょう。預かる子ちゃんから予約することができます。前日9時から当日3時まで受付をしています。予約申し込みやキャンセルは24時間いつでもできます。医師連絡表がない未受診の方でも、当日空きがあれば8時15分以降に1回青い小児科にて受診できるようになっております。入院や点滴が必要、コロナウイルス感染症、麻疹、流行り目の場合は入室をお断りさせていただいております。次に持ち物を用意します。児童表、利用表、医師連絡表が必要となります。昼食、おやつ、飲み物は青い鳥でも購入することができます。一日の流れはご覧の通りです。看護師と保育士が連携を取りながらお子様の状態を観察し、適切な対処ができるようにしています。青い鳥の LINE をお友達登録していただくと、お子様の様子を LINE で送ります。お子さんを預かる上で気をつけているところはどんなところでしょうか。
預かったお子様が安心して過ごせるように環境を提供します。また病気の種類によってお部屋を分けて保育をしています。ではもし万が一の場合、子どもの病態が急変した時はどういった対応を取られているんでしょうか？すぐに看護師に連絡をし、医師へつないでいます。病児保育で関わる子どもたちは、病気で体がしんどいことはもちろん、保護者と離れ、いつもと違う環境に不安な気持ちでいっぱいです。子どもが安心して体を休めることができるように、気持ちに寄り添い丁寧に関わっています。保護者の気持ちに寄り添い、子育ての支援をしていけたらと思っております。キッズケア青い鳥の施設長をしてます、小児科の青いと申します。2017年の4月から病児保育室キッズケア青い鳥を開設してます。病児保育を利用するとですね、まず安心ですね。お母さんが仕事に行ってても保育所から熱が出ましたと呼ばれることはまずない。子供が熱が出てるということで、周りの人にこう気を使いながら帰るとか、そういうことがまずなくなると。やはり病気の時ぐらいは親が休んでみるべきじゃないかという意見もあると思いますが、やっぱ私はもう時代が変わってきてて、やはり社会で支援をしなければ、お父さんお母さん大変な時代になっていると。その社会で支援する中での病気の時には、じゃあこういう時に預けるのも一つの手だよというふうに、気軽に利用してもらえるとありがたいなというふうに思います。子育て中のママパパはぜひこういったサポートを活用してみてください。京先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。